マヨライスくん。マヨライスくん。ん？おはようございますわ。おはようございますわ。ライス。おはペロだね、おはペロ。いけ。おはかみはいりません。今日もいい天気だな。これわかりますか、この差し込む日差し。今日もいい天気でございますね。しばらく雨続きでしたけど、ここ最近は晴れ続きで、でそんなに風も強くないんでね、仕事がねはかどっておりますか。いかんせん忙しいですね。仕事でいろいろできるようになってさらに忙しくなっておりますね。え、今朝はライス君はあんまりですね、出せ出せコールがなかったですね。普段だったらすごいんですけれども、目どうした、マフェンとかじゃない。ん？ねえ、今日はあんまり出せ出せコールしないし、ご飯くれコールをしませんね。ねえ、飼い主の疲労を察しておとなしくしてくれているんでしょうが、それともただ単に眠いだけなんでしょうが。電車で会ってほしい、そんな心境でありますが、嵐パイセンが嵐パイセンが下で泣いてるわ。明日はですね、今日金曜日なんですけど、土曜日ね、なんか友達が焼肉を持ってくれるということだったので、もう一日、明日はあれですね、オフと、何もやらない、いや何もっていうわけじゃないですけど、まあ、極力やらない日、午前中は自分家のねハウスのビニールを貼って、で午後は休むと。そういうね段取りで考えております。何の話だって感じなんですけどね。はい、動画をなんだ、まあ、撮るのは別に難しくないんですけど、何やろうかなっていう感じで、完全にねもうネタ切れの、ネタ切れ中のネタ切れ。まあネタなんかもう何年も前にとっくに切れてるんですけれども、まあね、同じ内容でもたくさんの方がね見てくださいますんで、あそこに甘えてですね、いろんな数々の、 動画を繰り返し繰り返し、もうネタをもう擦り切らせて動画をね作っておりますが、はい、もうなんかね自分でもまたこれやんのかみたいなまあでもね、そう思っても見てくれる人はね楽しんでくれるので非常にね助かっております。はい、まあそんな感じですということで、今日もね、今日もっていうか夕方にアップするから、アップする頃にはあらかた今日の仕事は終わってるんですけどまあね、金曜日ということで頑張りたいと思いますね。レースレッチュライピクン。
きた。はい。